提灯記事という言葉があります。あんまりいい言葉ではないですね。意味は想像できると思います。新聞社なんかがもう特定の人たちをあからさまによいしょするような記事を書くことですね。そういう記事が最近相次いで載りまして、西日本新聞と朝日新聞ですね。西日本新聞はね、人権新時代っていうね、なんと13回の連載で、朝日新聞は今ブラック差別はって言って5回連載やりました。で、西日本新聞に関してはね、僕はこういう連載をやるって聞いてて取材を受けたんですね。だけどね、その取材を受けたことについてそれ全く書かれてないですね、西日本新聞は。その代わりになんか光さんとかいうね人の家族、まあこれも思いっきし解放同盟関係なんだけども、そういう人のなんか自分たちの生い立ちとか持論を延々と載せるもので、本当にいやもうこれ申し訳ないけど正直大変薄っぺらい記事になってます。で、朝日新聞に関してはもう私が日頃言ってるところのいつものメンバーです。まあ代表的なところでは、山口県人権啓発センターの川口康史くん、あとは、ヒューリア三重、これ三重県のね、松村元樹くん、この2人ですね、メインとしては。まあその2人人脈ですね。で、これも思いっきりもう解放同盟関係ですよ、あの二人は。解放同盟の地元の役員ですから、解放同盟の若手のエースと言われている二人、まあその周辺人物、あとは大阪市立大学の、いわゆる、まあ、御用学者が出てるというのは、そういう記事でですね。で、この朝日新聞もね、これ、まあ、全国部落調査の関係でね、何度か取材を受けてるんだけども、まあそういうことは一切書かれてないですね、見たところは。ということなんですよ。で、なんでこの新聞が提灯記事を書くのか、まあ、これはね結構ピンポイントな理由があると思います。西日本新聞に関してはね、やっぱし福岡でね、あの松本慈一郎ですね、 解放同盟というか、あの水平社の大物ですね、あの地元だし、西日本新聞というのはやっぱその関係の資本関係にあったんですよね。で、朝日新聞についてはね、あのグループ会社の朝日新聞出版が橋下やつの本性でやらかしましたね。橋本徹部落出身という、まあ、そういう話を書いて、それで結局叩かれて、で全面降伏しましたよね。そういうトラウマがあって、朝日新聞はもう部落問題についてね、自由に書けるような状態じゃないと思います。だからね、他のメディアに関して、例えば信濃毎日新聞とかね、東京新聞、あとは神奈川新聞、おまけは週刊金曜日、その辺からはね、僕取材受けたんだけども、まあそれは当然ね、あんまし好意的な捉え方は、取り上げ方はされないけども、一応それでもね、私の名前出してちゃんと言い分載せてましたからね。そういう意味では、こう朝日新聞と西日本新聞っていうのはね、その、まあ、これが典型的なメディアのあり方っていうより、もうこの2つはちょっとね、今特にね、おかしな状態になってると僕は思いますよ、率直に考えて。でね、先月かな、ネットテレビアメバ TV で W の悲劇っていうのでブラック問題特集やってたんですけども、まあそれも言ってみれば提灯番組ですよ。出てくる人がブラック解放人権研究所とか、まあその辺、まあこれもね、この朝日新聞に出てた記事の、まあこういう界隈の人たちなんですよ。まあバックはやっぱり解放同盟ですよ。そういう人たちがこう和気あいあいとですね、明るくこうね、ブラック問題について語り合うっていう番組なんだけども、途中でね、やっぱ新聞社の人が出てくるコーナーがあったんですよ。そしたらね、なんかちょっとお通夜というか、すごい神妙な空気になって、そこから、実はいろいろ声かけたけど、西日本新聞の人しか出てくれなかったと。で、その出てきたね、西日本新聞とも、なんかね、こうちょっと暗い顔で何かを恐れるように言葉を選びながら、本当さっきの和気あいあいとしたムードとは打って変わってね、そういう話し方をしてましたね。で、なぜ新聞社の人が出なかったかっていうことをプロデューサーの人が説明するんですけどね、やっぱ自分にはちょっとテーマが重いとか、そういうことで断られたっていうんですよね。でも本当の理由はね、やっぱ記者としてはね、やっぱり記者ってね、その、まあ、多角的にね、意見を捉えて、いろんな立場の人から意見を聞いて、それで記事を書かないといけないです。本当はこんな提灯記事なんか書いちゃダメなんですよ。で、さらに一番いいのはね、記者としてはちゃんとこう現地に赴いて、一次資料を見て、それで自分の立場で自分で考えるっていうのは、やっぱ記者として一番のことなんですよ。だけど、じゃあ、それをやるとですね、
やっぱり身も蓋もない話が出てくるわけです。なんか番組の中でね、例えばその出演者が、いや2002年以降はね、もうその国からお金は一切出てないですよみたいなことを言ってるけども、でもまあまともな記者が実際ね調べてみればそれなん違うって分かりますよね。だいたい飛鳥会事件とかね、ポルシェ中川事件とかね、あとはあの松尾事件っていうのが八尾であったんだけど、人権は儲かるって言ったあのヤクザみたいな人が出てきた話、ああいうのみんな2002年よりずっと後のことですからね。2005年そのぐらいの話ですから。で前回もね、あの南阿蘇村の話がやったけども、そのもう令和になってもやってるわけですよ。その税金が出てるわけです。で、まあ、そのあたりはもう地方自治体のお金だったり、あるいは飛鳥会事件なんかは駐車場の収益ですね。でもこういう地なんで、やっぱりその元をたどればそれ損をするのは納税者ですから、だから実質的には税金をかすめ取ってるのとあまり変わらないわけです。で国からのお金っていうのもね、あの林保館関係の地方改善事業は今も出てるんですよ、ね、だからその実際に調べれば解放同盟なんかの関係の人が言ってることは全く間違いだっていうことは分かるし、でお金云々の話だったらね、その講演なんかとか、あと集会なんか、そういうので一番お金もらってるのは解放同盟関係の人たちじゃないですかとね。だからそのいや国からお金出てないって言うけども、まあ税金を原資としたお金を一番もらってる人たちがそれ自分の口で言いますかっていう話になっちゃうわけです。で記者としてはやっぱそういうことをね突っ込まざるを得ないじゃないですか。じゃあそのあたりをね知らんふりをしてやっぱり話をすれば、それは中立性は疑われますよね。だけどそれをあのね提灯番組の中でそういう話をしたら身も蓋もないことになってしまうじゃないですか。だからやっぱり記者の良心を両親からしてちょっとそれは出たくないっていうことだったんだと思いますよ。なんか重いテーマとか言ってるけど、まあそういうのはまあまあいいわけですよ。実際はやっぱり、いやまあ端的に言えばそのやっぱ提灯番組に出るのはちょっと自分の両親に反するのでっていうことですよ。はっきりとはそんなことはね言わないけども、うん、ということなんです。でね、ついでにこのまあ部落とメディア関係、まあ、最近の情勢を言いますとね、やっぱりもう出てるメンバーが決まってるんですよ。解放同盟の中で話してくれるっていうのはやっぱこのね朝日新聞の記事に出てたようなメンバー、あとはねよくそのじゃあ実際にじゃあ部落に行っていましたっていう話でね、あのよく出てくるのがあの部落探訪もやったけど箕面の北芝なんですよね。あのあそこはねなんかねよく出てくるんですよ。なんでよく出てくるかっていうと、あの加藤岡さんの関係、あの部落出身ライターの加藤岡さん、あの関係ですよね。多分あの人から紹介されたんでしょうね。だからもう大体メンバーが決まってる。でね、自由童話会だの全日本童話会なんかにね取材してもいいと思うんだけども、多分ね取材した記者もいると思うけど、やっぱ出てくる人が、まあ、率直な話ね、 あの童話会系の団体っていうのはやっぱ前科者とかそのもともとそういう反社の人っていうのはね、そういう人が多いんで、ちょっとこれはまずいなっていう話になっちゃうことが多いんだと思います。熱海でもやらかしちゃったし、あとはやっぱ人権連なんかに関してはね、これあからさまにやっぱ共産党なんで、やっぱりメディアも共産党アレルギーあるんですよ。さすがにね共産党のよいしょ記事というか提灯記事は書きたくないなって話になるから、結局消去法で解放同盟が残っちゃうんですよね。あとはね上原義弘さんっていう選択肢もあったんだけども、この上原さんがねこの全国部落調査を擁護しちゃってね解放同盟から叩かれて、うん、それでちょっとね姿を現さなくなった。でもねそれだけじゃないですよ。別に全国部落調査というか、まあ、僕のことを擁護したから上原さんが出てこなくなったっていうよりね、上原さんに関しては、まあ、門岡さんなんかはもうこうぶっちゃけてたけどね、うん、あの女性関係のトラブルね、あの人やっぱり女性編集者にいろいろ手を出してですね、それでトラブルになってね、あの裁判になったりとか、まあ、そういうことがあったんで、まあ、そのことも大きいかなっていうふうに僕は思うんですね。ということでね、ちょっとこの提灯記事を通してね、今のメディアとね、部落の関係について、お話しいたしました。